僕もですね、子供のお弁当、ま、とかからしの、ね、今日もそうですけれども、からしの前のランチとしてはこうおにぎりを握ることがあります。こう市販のご飯にかけるだけシリーズではなく、こうなんかバラエティがあった方がいいかなみたいなところで、わざわざ鮭を焼いて鮭おにぎりを作る時があるんですけれども、こう自分的には結構頑張ったぞみたいな風に思うですが、子供たちからはこうなんかダディのおにぎり味がないんだけど、マミーのおにぎりの方が美味しいみたいな形でこうクレームが上がることがあるわけですね。いや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 、同じ米同じ鮭でしょうと、なんでこんな風にクレームが上がるんだみたいなことを感じてしまうわけですけれども、こうある時ですね、科学からもちょっと指摘をされて、決定的な違いが判明しました。こうなんだかわかるでしょうか。今日のタイトルにもありますけれども、塩です。こう塩の量が圧倒的に違ったわけです。こう科学は握る手のところの手にもですね、塩を振っておにぎりを作るわけですけれども、僕はご飯にちょろちょろっと混ぜるだけで、こう見た目には変わらないおにぎりなのに、こうも塩の量で味も、そしてこの美味しさが圧倒的に変わるもんかっていうことを、まあ思い知った記憶がありますけれども、今回今日そして次回の10月末か、引き続きですね、9月から頭から見ているイエスの三条説教からの聖書箇所を少し見ていきたいと思います。今日はですね、先ほど読んだマタイの福音書5章の13節から16節です。イエスはズバリ、イエスに従う私たちのことをですね、地の塩、世の光だと宣言されています。塩と光という2つの例えを使って、イエスを信じイエスに従っていく私たちがどのような存在なのか、どのような歩みとなっていくのか説明しています。この2つの例えに共通すること、またそれぞれに本当に強調されている点を今日は見ていきたいと思いますけれども、3点、私たちが地の塩、世の光であるとは、ビーイングであり、ビカミングではない。そして2点目が、確かな違いを放つものであり、3点目は、周りと関わっていくものだという、この3点を見ていきたいと思います。1点目、ビーイングであり、ビカミングではない、なんじゃそれっていう感じはすると思うんですけれども、今日イエスは今日の箇所で、あなた方は地の塩です、そして世の光ですと共に端的に言われています。ポイントはです。英語ではアーです。イエスを信じ従っている私たちに、あなた方はすでに地の塩、世の光であると言われているわけであって、地の塩、世の光になっていきなさいとか、自分の力で変わりなさいという、時間とか努力、働きを通して変化していくような表現は一切使われていません。皆さん、子供の童話の醜いアヒルの子、まあ、一度は読んだこと、聞いたことがあると思いますけれども、まあ、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、巣で温めているアヒルのお母さん、可愛いヒナたちが生まれてくる、その中に一つなかなか生まれてこない卵がありました。ようやく出てきたと思ったら、そのヒナは体もグレーで大きさも全然違う、他の可愛いヒナたちとは全く違う姿です。他のヒナたちからは、見にくいねお前という形でいじめられる、そしてお母さんにも、あんたがいなければね、どこかに行ってくれればねとさえ言って言われる始末です。結局その子は巣を追い出されるように出ていくわけですよね。そんな時に、その子はある時ですね白鳥の群れを見る、あんなに美しくなれたら僕もみたいな形で羨望の眼差しを見せるわけですけれども、冬を越え春になると、その子も体が大きくなり、力強く羽ばたけるようになる。そんな時に、また白鳥の群れが通りかかる、僕もあのところに行ってみようという形で羽ばたくわけですね。そうすると、その子は湖面に映った自分の姿を見た瞬間、自分が
アヒルではなく白鳥だったということに気がつくというストーリーですけれども、この子は生まれた時点でアヒルではなく白鳥だった。そして周りのアヒルの子が見ていたこの子に対する評価も自分の認識も間違っていたわけです。何が言いたいのという形だと思うんですけれども、イエスは私たちがイエス・キリストのことを信じた時、すでにあなたは地の塩、世の光なんだ、そういうふうな存在になっていると言われているわけです。変わることのない立場を明らかにされているわけです。もちろん私たちは年齢とともに見た目も食べ物の好みも変わるかもしれません。しかし皆さんがすでに一人一人が地の塩、世の光というビーイング、存在は変わらない。何か別の誰かになっていかなければいけない、ビカミングではないというふうに言われているわけです。まあ一方で僕らはこう神様の関係を深めていくことは大切だと思って毎朝聖書を読んで祈って、そんな形を静まる時を持って始めていきたい、もちろんその思いは素晴らしいですけれども、朝起きた瞬間から現実はなかなか違いますよね。まあ仕事でももう僕自身もその駐在の時はこう朝の目覚めはもう戦いの始まりだったわけですけれども、こう日本とロンドンは時差の関係で、そのロンドンの深夜に日本が始まってしまうので、もう朝起きるとですね、こうメールの溜まり具合にいつもげんなりしていました。もうせっかくきれいにしたメールボックスがもう一晩でバーンってメールが増えて、なんなんじゃマイナスからのスタートはみたいな形で思ってたわけですけれども、そして今はちょっと立場が変わり家にいることが多いですけれども、朝一からなかなか起きない子どもたちを起こして朝ごはん用意して、時には弁当を用意してみたいな、学校まで連れてって、その後は家事をして、そしたら迎えお迎えの時間になりみたいな、結局一日何やったんだろうみたいな日も少なくありません。まあ皆さんの日常も決して余裕があって平穏な日々とはいかないと思います。だからこそまずイエスは、あなたはすでに塩であり光なんだよと明確にその立場を明らかにされているわけです。じゃあ私たちはいつその新しい立場になったのか。それはイエスのことを信じ霊的に新しく生まれた時ですよね。新約聖書の多くを書いているパウロは光である私たちのことをこんなふうに書いてあります。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となりました。私たちは主にあって光となったというふうに書いてあります。私たちが塩、そして光となる源はどこか、イエス・キリストです。イエスが十字架上で私たちの罪のために死んでくださったことで、私たちは罪、闇から解放され、全く新しい立場になったわけです。またパウロは別の箇所で、誰が私たちをキリストの愛から引き離すのですか、苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか、これらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって、私たちは圧倒的な勝利者です。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんと励ましておられます。私たちが塩であり光として歩むために、私たちのために命まで捨ててくださった、そのイエスの愛から引き離されることは決してない。私たちはどんな状況にあっても環境にあっても圧倒的な勝利者だとまで言われているわけです。そのキリストの愛から引き離されることはない。その愛から私たちは力を得ることができると約束されているわけです。だからこそ私たちは自分の力で何とかやらなきゃという、まあ、ある意味脅迫観念にも似たような感覚に陥る必要はない。
すでに神様によって新しい立場になっているビーイングであり、まず私たちはその立場をはっきりと自覚し、心に刻んでおくことはとても大切だというふうに言われているわけです。じゃあ、光であり、塩である、私たちの歩み、心、言動はどのようなことを学んでいくことができるのか、2点目3点目として見ていきたいと思いますけれども、2点目のポイントは確かな違いを放つものという点です。イエス・キリストを信じる者としての歩みは確かに生き方、つまり考え方やその判断基準はこの世のものとは違う香りを放つ、味わいが異なるものだというふうに言われているわけです。塩と光の特徴も含めて少し考えていきたいと思いますけれども、まず塩。イエスはなぜ私たちクリスチャンの生き方に塩という例えを使ったのか。実はですね、その塩の解釈についてはいろんな神学者がいろんなことを言っているわけですけれども、大きな特徴としては塩は味、当然ですけど味付けをもたらす、その人の生き方に違い良い影響をもたらすということです。今日の箇所はこう続きます。もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょうか。あえて塩気がなくなる危険性が指摘されているわけですよね。じゃあ塩が塩気をなくすのはどういうことでしょうか。多くの不純物が混ざってしまうこと、もしくは本当に大量のものの中に溶け込んでしまい、そして薄まってしまうことですよね。じゃあ私たちの生き方において考えてみると、聖書であり神様を中心とした生活からそれていってしまうこと、聖書のこの価値観からこの世の価値観に流されてしまうこととも言えます。でもこれは自分でも気がつかないうちに徐々に徐々にどん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 少しずつ起こってくることでもあります。まあ、例えばですね、私たち子供を持つ親としては、子供たちが自分の欲しいものをみんな持っているし、みんなっていうふうに言うようなことを、実は私たちも知らず知らずのうちにやっているかもしれない。みんなしてるし、結構自分頑張ったし、いやいやこれぐらいはいいんじゃないかと、ついつい自分には甘くなってしまうこともあると思います。だからこそ私たちが塩気を保っていくためには、常にその源であり、その立つべき価値観を思い起こすことが大切なわけです。それは聖書の御言葉であり、祈り、もうそのコミュニケーションにつきます。私たちは創造主である神様から作られた被造物として、その作り手である意図を、神様の意図を常に知ることが求められています。神様の価値観に敏感になることで、違うものがやってくる、違うものに直面した時に、あれ何か違和感を感じる、じゃあ御言葉はどうなんだろうかということで照らし合わせて、そういうことがしていくことができるわけです。深い神様との関係性にこそ罪や誘惑に陥る、つまり塩気をなくしてしまうことの状態を避ける唯一の道だというふうに言えるわけです。そして光、大きな特徴は隠せない、存在が明らかだということです。別の例えを使ってこうイエスは説明していますけれども、山の上にある町は隠れることができません。また明かりを灯してマスの下に置いたりしません。食台の上に置きます。山の上にある町は誰からでも明らかだと、その光が光であること、そのアイデンティティを隠すことができないんだよというふうに言われているわけです。私たちもライトの光をあえてこう覆いの中に隠して見えなくすることはしませんよね。例えば突然
ダーンって停電になってしまった時に、何よりも真っ先に私たちは何をするのか、懐中電灯でありろうそくの灯火を見つけるはずです。真っ暗の中にパッとろうそくの光が灯った時に、まずは一安心となるはずです。光は天井でありテーブルの上に置いて部屋全体を明るくし、食事を見えるようにし、そうやって照らしていくものですよね。イエスを信じる私たちが光であるということは、内面の信仰であり、何を信じどのような判断基準で行動しているのかが、家にいるすべての人を照らすほど違いを放つ影響力があると言われているわけです。その光の源はイエス・キリストです。皆さん、月がどうやって光を照らしているか、太陽の光を反射して月は夜の闇を照らし出すように、私たちの光はイエスから得られる光を映し出すもの、鏡とも言えると思います。だからこそ私たちはいかにイエスとつながり続けているか、その鏡が光を反射させるためにですね、常に光の方向に正しく自分を向けているように、そのイエスの光を確実に反射できるように、私たちもいかに心の視点をイエスに向けておくかがとても大切なわけです。そして光としての歩みは、時として神様のことをまだ知らない、神様に背を向けているこの社会、人々の罪の部分も明らかにしてしまうかもしれない。例えば私たちは真っ暗な部屋の中に入る、で何にも見えないけれども、パッて電気をつけた時にこう床に転がっているゴミであったりとか、家具であったりとか、その荷物とか、そういうものが全て明らかになる、全て目に飛び込んできますよね。同じように私たちは聖書の御言葉に基づく私たちの言動、言葉を通して周りの人には自分の罪を認識させることにもなり得るのだというふうに言えます。神様との関係を築いていく上で、私たちが神を神様として認めていなかった、そんな生き方、罪を見つめてごめんなさいと悔い改めるという一面だけ見れば、もちろんそれに対しては否定的な見方をされることが多いかもしれません。しかし光は決して闇に打ち勝つ、負けることはないように、すでに光となった私たちの存在が家にいるすべての人を照らすことになる。闇の中にいるように感じてしまう問題、不安に対しての真の解決策である神様との関係に導いていくものだというふうに約束されているわけです。塩であり光であるとは、確かな違いを放ち、また隠すことができない明らかな存在なわけです。そして、まあ、さらにもう今日の箇所でですね、もう一つの側面を3点目としてイエスは挙げているわけですけれども、3点目は周りと関わっていくものです。それは個人的な、決して個人的なものだけではないということです。私たちは潮光として自分だけではなく、周りの人とも、周りとも深く関わり影響を与えていくことが強調されているわけです。今日の箇所、単に潮光とは言われているのではなく、死の潮、世の光と言われていました。つまりこの社会、周りの人と関わりを持つ立場、良い影響をあなたは与えていく立場なんだよというふうに言われているわけです。そして最後には、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようになるためですとあります。私たちがイエスに従っていく歩み、信仰は単に個人的な満足で終わるものでは全くないのだというふうに言われているわけです。
もちろん私たち日本人としてクリスチャンであることはかなりレアです。まあ、その真実を周りに伝えることすら躊躇する時もあると思います。今年の夏の一時帰国中もですね、ある若い社会人の方と出会ったわけですけれども、彼は大学で一人暮らしを始めて在学中にイエスを信じた。しかし社会人になった今も自分の両親に自分がクリスチャンになったこと、そして教会に行っていることを伝えられないんですみたいな形で心の葛藤を打ち明けてくれましたけれども、一方でクリスチャンになったら、いやいやこの社会、世的なこととは関係を断ち切ります、一切付き合うことをしませんという話も聞くことがあります。もちろん自分の信仰を守る上でも、誘惑や罪に陥ることを避けるという、 こう境界線を保っておくことは大切ですが、イエスを信じる信仰は誰にも言わない、まるで洋服を買ったのにタンスの中にずっとしまっておくとか、食器を楽しむための食器なのに棚の中に眠らせておくような、心の内にひっそりと閉めて秘密にしていくものではないというふうに言われているわけです。まあ、僕自身もですね、こう振り返ってみると、まあ、僕は周りの環境がすごく理解もあったということもあって、その会社の上司とか同僚に対しても自分がクリスチャンであることを基本的にオープンにしていました。ある時ですね、会社の飲み会で、そう、普段はめっちゃ高圧的でこう弱みを見せない上司だったんですけれども、2次会おそらく3次会ぐらいだったと思いますけれども、突然その上司が、前田お前なんでクリスチャンになったんだ、何を信じてるんだお前は、って酔っ払いながら聞いてきたことがありました。こう仕事一筋、神様なんて関係ないと見える上司でもですね、心の中では何かを求めているんだと、確かに神様がこの上司にも働かれていると、僕自身も仕事をどっぷりと使っている僕なんだけれども、そのことを通しても神様が働かれていると感じた貴重な経験をしたことがあります。私たちはこの地の塩、そして世の光として社会周りと関わっていくことは求められているわけです。そしてとても大切なことです。むしろ停電の時に真っ先にろうそくの火を部屋全体に灯すように、このように、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。と力強く語られているわけです。そして周りが私たちの良い行い、これ実はですね、マタイのその5章の先月から見ていましたけれども、冒頭で見た義というふうに訳されている言葉と同じ意味合いですけれども、神様にある正しい生き方、周りが私たちを見上げている神様の存在、神様の素晴らしさを見て、そして知るようになるんだというふうに言われているわけです。それは決して塩を傷口に塩を塗るような、間違いばかり指摘するような、そういった意味ではなく、例えば難しさに直面している人、そしてまさに闇の中にいる人に寄り添う、話を聞く、そんな姿かもしれません。自分自身がイエス・キリストの十字架の死を通して罪許されたものとして周りを愛し、周りに仕えていく、そんな謙遜な姿かもしれない。私たちは、僕自身もこう仕事や家庭、そして学校とか、それぞれ直面している人間関係、問題を別々に捉えてしまう、解決策は別々かもしれないというふうに感じてしまうかもしれない。でも停電の時に、あっちの部屋こっちの部屋、真っ暗な悩みをどこだどこだというふうに歩き回るのではなく、必要なのは一本の、一つのろうそくの火だけです。もっと言えば、私たちは決して闇の中をこう闇と格闘する必要もないわけですよね。光をつけるだけでいい。私たちが地の塩、世の光となることができる源はイエス・キリストにありました。私たちはむしろその光の源であるイエス・キリストを指し示していく、イエス・キリストの光を受けて、それを
押し流してるだけでいいわけです。それは私たちを通してイエスが働いてくださる、そのキリストの塩気である光が私たちを通してにじみ出ていくわけです。私たちはイエスによってすでに地の塩、世の光となった存在です。その歩みは確かな違いを放ち、周りの人と関わっていく姿となっていくわけです。そして自分の力ではなく、イエス・キリストを通してそのような生き方を実践していくことができるわけです。一言祈りたいと思います。